皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、こちら今月号のスイートの付録でこちらのスナイデル合ってるの7色のねネイルセットがついてくるんですよ。雑誌の付録でこのビニールポーチと一緒にこの7色のネイルがついてくるんですけど、これを使ってネイルを新しくしました。前のセサミストリートのネイルもすごく気に入ってたんですけど、春っぽい感じのこんな感じで淡いカラーでまとめてみたんですけど、人差し指、中指、小指のこんな感じのタイダイっぽい感じのネイルがすごく簡単にできるので、こちらのやり方を紹介していきたいと思います。今塗ってない手が右手の親指、こちらピンティーと左手の中指と親指になります。で、中指はこんな感じでちょっとタイダイ柄、なんて言うんだろうな、こういう感じのネイルにして、こっちの親指2つは単色で色を塗っていこうかなと思ってます。まず使ったのがこの PA のベースコートになります。これはね、もうほんと30秒ぐらいですぐ乾くのでかなりいいなと思いました。で、使ってカラーが親指に黄色とパープルの2色になるんですけど、もう単色でね、薬指は単色でこんな感じで塗ってあるんですけど、まあいい感じに発色してくれるんじゃないかなと思います。このスナイデルの付録のネイルもかなり乾きが早かったです。じゃあまず左手に黄色を塗ってきます。薬指もそうなんですけど2度塗りします。1度塗りでこんな感じです。乾かしてる間に左手も塗ってきます。で、左手って利き手じゃないから塗るの難しいじゃないですか。なんでもいいんですけど、こういう丸型のもので親指っていうか指全体を固定します。なるべくはちょっと重めのもので、なんかこうカパカパ動かない方がいいんですけど、親指塗るときはこうやって親指上にしてこうやって塗ると安定感が出ます。こんな感じで塗れました。こちら乾かしてる間に中指に移ります。中指は使ってるカラーがこの4色ですね。で、今回こちらの結構パキッとしたブルーとレッドとあとこのベージュは使ってません。まずは下地として薄くこちらのピンクを塗ってきます。もう本当にこれは適当で大丈夫です。こんな感じで塗りました。この上から黄色、オレンジ、紫の順でちょっと点をね、ドットみたいに打ってきます。こうちょびって出たりしてもいいし、端っこにこう受けたりしてもいいし、適当でも簡単で可愛く見えるっていうのが私のセルフネイルのポイントなので、オレンジも適当に、別に後で足すこともできるので大体で大丈夫です。で、最後に紫をこの隙間を埋めるような感じで乗せてきます。で、下地にピンクが塗ってあるので、このドットとかで埋められなくても色は出るという感じですね。こんな感じかな。じゃあ親指とかもちょっと乾いてきたのでもう一回塗ります。こんな感じです。いい感じ。はみ出ちゃう部分もあると思うんですけど、これは乾かした後に除光液とかでこう綿棒とかでね、こすれば大丈夫です。こう乾く前に綿棒とかでこすると乾いてない部分もう一緒に巻き込んで取っちゃうことがあるので、私はおすすめしません。完成しました。こんな感じです。ちょっと春らしいネイルができたかなと思います。はい、こんな感じで、セルフネイルはね、めんどくさいんですけど、ジェルネイルとかしに行くお金を考えたら、ちょっとまあ時間を削って、まあちょっと私はですね、いつもドラマとかバラエティ見たりしながらネイルするんですけど、そんな感じでやるとね、まあお金も浮くし、テンションも上がると思うので、ぜひぜひ機会がある方はやってみてください。かなり早く乾くし、いつも乾く前にグシャってなっちゃうんですよっていう方にはすごくうってつけの商品かなと思います。このクリアポーチなんかも、まあ、私で言うとマスクとか入れたりね、あと目薬とか細々したものを入れるのに結構いいサイズだと思うし、中がこう見えるのでね、取り出しやすいかなと思うので、このポーチもポーチで使っていきたいなと思ってます。気になった方はチェックしてみてください。それではチョコバナーでした。バイバーイ。